福井健一郎は日本の作曲家、兵庫県出身。コナミ、スクウェア・エニックスでのゲーム音楽制作を経て、現在は専門学校 HAL 東京のミュージック学部教官。1990年ゲーム会社のコナミに入社。リーサル・エンフォーサーズ、サンセット・ライダーズ、学問のすすめの作曲を手掛ける。コナミの区系派クラブではキーボードを担当し、東京武道館でのライブイベントにも参加している。1995年、大阪に存在したスクウェアの子会社、ソリッドへ移籍。その後、東京へと移動。スクウェア時代には、アインハンダー、FRONT MISSION5 Scars of the War などの作曲と、ファイナルファンタジー7アドベントチルドレン、半熟英雄4などの編曲を担当する。2007年、専門学校 HAL 東京へ就任し、後進の指導を行う傍ら、ゲームやドラマの音楽制作、ライブ活動なども行っている。以下には、直接関わっているものを記載する。アンコールでのザ・ブラック・メイジスによる、ライブ、再臨、変翼の天使を2回。ありがとうございます。